ようこそ沖縄へ。 FM21 の放送は観光客の皆様にも喜ばれています。またきっと沖縄へおいでください。お聞きの放送は沖縄県浦添市前田マルサン業ビル7階のスタジオから24時間放送の FM21 です。ぬちぐすいのお時間でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はね、沖縄県ちょっと、小雨模様でありまして、今は雨は、上がってますが、ね、本当にあのちょっと読めない天気ですよね。いい天気が続いたかと思ったらいきなり雨降ったり今日もアッキーさんと共にやります。よろしくお願いします。いやいや、アッキーさんね、土曜日素晴らしい講演会があったんです。素晴らしかったですね。でも、はい、ああいう会に一度も参加もしたことないしっていう、はい、そのね、中高年の女性の方とかが、はい、結構多かったですよ、あの日は。ね、僕もちょっと、はい、なるほどなって、やっぱりこうで少しずつ去年の後半ぐらいから、はい、なんか沖縄全体が変わって来てるなっていうのをちょっと肌で感じてるんですけど、ね、流れがですね、やっぱり変わってきて、やっぱりあの今までね、こう黙ってた沖縄県民がなんか自分もなんかやらないといけないんじゃない、こんな恐ろしい沖縄県になっていいのかっていう、やっとやはりあのお母さん世代とか、はい、お孫さんがいらっしゃる世代の方が自分のお子さんやお孫さんが、うん、このまんま沖縄行ったら大変なことになっちゃうんじゃないの、将来を考えてね、なんかね、ご心配になられて会合に参加されたっておっしゃってるね、はい、ご婦人の方もいらっしゃったけど、はい、ね、やっぱりそうですよね、はい、そりゃそうです。毎日毎日の新聞見たらなんかもうわけのわからん、こんなのあるかってぐらいの情報ばっかりじゃないですか。うん、でなんか超本当にあのなんか僕思うんですけど、はい、そのニュース女子のね、はい、まあ、地上波に初めて、はい、沖縄 の、 あの反対活動のデタラメが流れちゃった、流れましたね。でこれ全国に流れちゃったからそうなんですよ、あの活動してる人たちが慌てたんじゃないですか。そう、もう今だからパニックってますよ。なんとかこれをボミス武装ボミス武装って言ってますけど、ね、5万円、ね、お金払って反対派の活動に来てもらってるとか、はい、乗り越えネットに ね、はい、でああいう乗り越えネットで5万円払って来てもらってるなんていうのが全国ネットで流れちゃったもんだから、はい、え、あれ金払ってやらしてんのっていう、ね、はい、みんな金もらってきてるっていう感覚ね。 だってあれ、だって文書があるじゃないですか、ちゃんとした。そうそうそう、だからあれどうしようもないんですよ。で、ああいうのがやっぱり地上波で出て、はい、全国で言ったらとんでもない数の人があれを見ちゃったわけじゃないですか、はい、もうだから東京と都民がまずは見たんですよね。で、ネットからどんどんネットの中でどんどん広がってっちゃって、はい、全国の人が知っちゃってるって、はい、これ多分何百万とか何千万下手したら見ちゃってる可能性があって、はい、ありますよ。で、これに対して、はい、そのでもね、僕はあの、うん、やっぱり今沖縄の、ね、メディア2つ新聞ね、はい、でこれはなって思ってたんですけど、はい、でもなぜかタイムスさんが、はい、ね、あのニュース女子という講演会をちゃんと新聞に載せた、はい、でその公開討論を反対派のわけのわかんないやつに申し込みを入れて、はい、で公開質問状を出した、はい、あのまともな話をまともに載せたじゃないですか。載せましたね。で、あの思ったんですけど、はい、あの僕はあの西がね、はい、ここのところ僕は負のスパイラルに入っていて、はい、で沖縄県民の方たちが、はい、こう少しずつこう気づき始めて、はい、そうやってご婦人方も会合に参加するようになって、はい、でその中で新聞書かれてる人たちも、はい、やっぱ俺たちもこのまんまこんなことばっかりやってると、はい、例えば新聞の購読が減って、はい、会社としていつか成り立たなくなっちゃうんじゃないの。存続できなくなるんですよね。で、はい、タイムスさんあたりは、はい、まあ中立までいかないでしょうね。だけど少しちゃんと反対派
だけを取り上げて今までやってきたけど、そうじゃないやっぱり沖縄県民の声をちゃんと拾っていかなきゃいけないんじゃないかって、はい、もしかするとタイムスさんだけは、はい、なんか少しだけちゃんとし始めたのかなと、はい、そう、まあまあちゃんとしたかどうか分かりません。やっぱりあれですよ、このその記者の中には本当にこれでいいのかっていう、もう押さえつけられてる記者がいるやつ、ね、いくら書いても上が取り上げないと。だけど、結局編集長とかが最終的にはこれダメって言われたらダメじゃないですか。だから少し僕は編集部全体でなんかちょっと、はい、まあでもちゃんとこう反対派ばっかりの意見、あの左の曲げの意見ばっかりじゃなくて、はい、ちゃんとそうじゃない沖縄県民の意見も載せようっていうね、そういう風になってくれたら嬉しいんですけどね。僕はあれ見て、あ、タイムスさんはね、まあいいとは言いませんけど、でもあれと思って、はい、でも相変わらず大型っぽの方は、はい、下手めですよね。まあ、もう見るのももう 見たくないです、あれは。いや僕ね、はい、世界最大のゴシップ新聞じゃないかと。本当ですよね。今まで朝日新聞がどこの言ってましたけど、朝日新聞なんかかわいいじゃないですか。まあ、朝日とかこれが比べると、ね、朝日新聞とテレ朝はね、もともと内地でもとんでもない、とんでもないって言われてましたけどね、あんなものは見ちゃいけないっていうね、はい、もう当たり前のようなんですけど、それを軽く起こしちゃったじゃないですか、うちの沖縄県もね。ねえ、だから本当に沖縄県の方々がね、ちょっとずつこう気づいて変わってきてくださると、はい、やっぱりやっぱ沖縄県って沖縄県民のための県じゃないですか、はい、本来だからそうなんですよね。県民のためのこれね、だけどいいことが起こるように、ね、だけど乗り越えネットでお金もらってきてたりとか、あるいはその、ね、現地で反対してる人たちがハングル文字書いてたりとか、はい、その、ね、朝鮮系の方がいたりとか、はい、他国が人の土地来て騒いでるわけでしょう、はい、だからね、外国人がこう政治問題にこう突っ込んでくるという事態がもうとんでもないことじゃないですか。ありえないでしょ。ありえないですよ。法律違反ですから。はい、それをこう新聞が堂々と取り上げているじゃないですか。でおまけにね、はい、犯罪を犯した人たちを、はい、テレビも、うん、新聞も、なんかものすごい素晴らしい人だみたいに扱うじゃないですか、英雄視して ね、もうとんでもないですよ。これを沖縄県民はこう信じてる人がいるわけですよ。でも、はい、多分ね、分かんないですよね。だって内地で人を殺したりとか、はい、内地で大変な事件を起こした人が沖縄に来て、うん、はい、ヒーロー扱いされて辺野古とかで戦ってるっつって、この人たちは戦ってるんだって言って、はい、沖縄県のためにと乗せるわけじゃないですか。だけどいやいや、こいつら僕からしてみたらですよ、はい、いやこいつら内地で人殺してんじゃないのか、テロリストですよね、大変な犯罪を犯してるのに、なんで沖縄県何やってんのお前たちって思うんですけど、でも新聞は、はい、すごい人たちだってあがめたてまつるわけじゃないですか。だから誰がね、もう何を考えてるんだ、もう本当に知らないとはいえ、はい、沖縄県の一般の方がですよ、はい、だけど少なくともマスコミはそれをあがめたてまつっちゃダメですよね、うん、だからこれからすると、だからもうマスコミって沖縄県民バカにしてるのか思えると。いや本当です。だからネットの中で、うん、今沖縄県の方々がね、携帯電話でスマホでパパッと調べたら、うん、調べる証拠あるわけですよ。これとんでもない事件起こしちゃってるやつをなんで新聞あがめたてまつってんだってなると、そういうことです、ね、新聞信用しなくなるから余計ね、うん、僕ね、はい、購読が減るから会社おかしくなると思うんです。そうなんですよね。まあだから死亡傷で今なんとか稼いでるんでしょうけど、これもね、今これ八重山日報が4月から悪化されるんじゃないですか。すごいですよね。だって死亡事故、あ、死亡記事をこう、まあ、ある程度、ね、記事は小さくても、はい、でも、はい、無料で死亡欄八重山日報の本当版ただですよ。これなんかね、沖縄県民からすると本当にありがたいですよね。いや僕ね、やっぱあれ、はい、で何万円も何十万もお金取るわけじゃないですか、はい、新聞2紙、はい、だけど八重山日報本当版ね、はい、たとえ枠は小さくても、はい、ね、沖縄県民の本当の方のためにタダで死亡欄作るってすごくないですか、はい、これはもう今までもう沖縄県民が考えてみなかったことですよ、うん、こんなことやってくれるのかと、こんな新聞出るのかと本当にこれ思うんですけど、はい、その新聞をね、例えば八重山日報本当版でみんな変えてっちゃったら、はい、そしたら死亡欄タダですもんね。そういうことですよ、はい、だから結局あちらに結局死亡欄何十万って出すこと考えたらこっち行っときますよね。いやだって僕沖縄で、うん、まともなっていうか、はい、やっぱ気づいてる沖縄県民の方々は、はい、でも取ってんですかってお聞きすると、うん、はい、いや不法欄と、うん、テレビ欄しか見ないさ、見るために撮ってるんですよ。でも不法欄とね、テレビ欄しか見ないから大丈夫さっておっしゃるから、はいはい、ああなるほどなと思って。でもほら
土曜日に集まってくれた方々とちょっとお話しする機会があったんですよ、はい、そしたらねもう新聞を見るたびに朝からもうわじわじする頭にくる一日がだから面白くないとそれでどうして撮ってるのって本当にもういやだから結局ないからですよね、はい、そうなんですよやっぱり少なくとも、はい、なんとなく情報って欲しいじゃないですかだからそれをね、うん、ネットの中が苦手な方たちの世代って、はい、僕なんかもね、はい、どっちかっていうと紙のが好きですからああはいはいそうですよね、はいはい、でもあれでしょこうそのこうあれでしょ地方欄は漁師とも素晴らしい取材をしてるんですよ、はい、沖縄県民のためになぜあそこがああなるのというこのバランスさえちゃんときちっと取ってくれればねえ私たちも朝からわじわじしなくて済むんですけどねボギーちゃんはいもうでもこのね、はい、いわゆる沖縄のお悔やみ広告、はいはいまあ、これ実は長らく新聞を取ってたあるお年寄りが私にこう言ったんですよね、うん、テドコンコン、うん、なんは寝ないこれわからんさと何がですかって言ったら、はい、ワンネやって、うん丸々新聞、はい、なむ何十年もと投資が、はい、なワンネがな愚尊会召された時にまた陣取られんばやさやとそうかウッピーな新聞社に貢献してきたのに、うんはい、また陣なと、はい、ウリな理不尽やさやとあそれ聞いた時に、はい、これはちょっとやっぱり考えるべきだなと思った、うん、そうですよねもし八重山日報の方にですね、はい、ぜひ読者は、うん、読者はそんな大きくない部分であればぜひ、うん、無料で、はい載っけてくれないかっていうお願いをねその時にやったんですよ、はい、今から、はいはい1年半2年ぐらい前ですかね、はい、すると今度返ってきた答えが、うん、読者であろうとなかろうと沖縄本島でそういった訃報があれば、うん、きちんと載せます、うん、じゃあただ大きさはそうです、うん、大きさはある程度限られますけど、うんはい、きちんと大切な部分はきちんと載せますからということで返事もらったんですよそれ聞いた時にびっくりしてですね実は素晴らしいなうちのアンチの中には、うん、やっぱり載せたくないっていう人もいるんだけど、はい、本当は載せたいけど、はい、お金かかるんですよ、ね、最低でもやっぱり沖縄西に乗っけちゃうと10万前後かかるんですよ、はい、かかるんじゃないかかるんですよだって片方だけって載せられない、うん、両方に載せちゃうとちっちゃなものでも大体5万ぐらいするんですよね、うん、それを両方だと10万で私の時が親戚とか多かったもんだから、はい、私も入れなさいあれも入れなさいってどんどん増えちゃってどんどん大きくなるんだ結局トータルで37万ぐらいうわ払ったんですよだってお葬式ってお金かかるじゃないですかそれからもさらにこういう追い打ちですからねでこれを払った後に今度また営業マンが来て、はい、今度は誤解送御礼の広告出しませんかさらになんですよさらにね返しましたよさすがにお前たちこれもまた金取るのかって言って返しました正直言ってねこれこそ本当にねこのサービスでやればいいんですようんもうまあね僕はね沖縄に来てもう本当にびっくりしたんですよね、はい、内地はああいうのないですからあそうなんだはい内地は本当に上場会社の経営者の方が亡くなるとか、うん、国会議員が亡くなるとかでそういう記事しか新聞には出ませんから個人ですねもうはい、はいそれが一般の方々は全くそういうのないんですよ、はい、だから逆に沖縄って、はい、まあ、まあこういうことがあるんだなと思ったけど僕はまさかねそんな高いお金を払って載せてるとは思ってなかったんでそうなんですよね僕沖縄の新聞は親切だなって最初思ったあ親切どころか親切だったら言ってきた恐ろしいですよ、ね、あこれもうすごい営業利益ですよこれ本当に源ちゃんうちのアンチョっていうのは全国でもそんな所得、ね、高くないじゃないですか、ね、時給も全国最下位だし、はいそういった中でですよ、はい、なあ本当出したいけど人ねランサーっていう人たちが無料で乗っけてくれるってなると、はい、今までの沖縄の2つの新聞より、はい、もっと多くのお悔やみ情報がこの新聞には掲載されるっていうことなんですよ、はい、今までお金がなくて出せない人も出してくれる、はいはいね、新聞に乗っけてくれる、うんこんなありがたい新聞なんてないですよそうですねあそこからそれが、うん、何で教えてくれなかったのっていう方たちが出てくるないです、ね、そして、はい、なんとこの購読料が、はい、今沖縄の2つの新聞3000円超えるんですよねはい安いですよねこれが日報消費税込みで2160円、うん、はい
2160円。ありがとうございます。それでプラス、はい、その不法欄が肌なんですか。肌なんですよ。はあ、もうね、イタリアリスク製ですよね。はっきり言ってね、引き合うかどうかもう心配になるぐらいの安い値段だし、はい、でこれも聞いたら、うん、あの沖縄の人たちの所得ってのはまだまだ低いから、うん、そんなの高くは取れないと。その代わりも部数を伸ばしてそれで稼ぎますって言ってましたよね。 ありがたいな。どんどん広めないといけないですね。だから逆に、はい、本当に部数が増えてって、はい、そのね、この南部から北部まで、はい、ある程度行き渡ると、はい、あのそこにただで不法欄乗せられたら、はい、全然その方がいいわけじゃないですか。ありがたいですし、でやっぱり沖縄の 今のほとんどのマスメディアが伝えない真実がね、この八重山日報さんは右も左も関係なく、うん、中立ってことでしょ、乗せてくれるから。僕思うんですよね、はい、報道ってね、はい、新聞もテレビもそうなんですけど、特にあのテレビのニュース、はい、これね、アメリカと日本の大きな違いは、はい、アメリカのニュースって、はい、喋る、まあ、キャスターの人がいるじゃないですか、はい、いますね、絶対に主観言わないんですよ。あ、そう、あ、最高ですよね。そういえば、あったままの事実しか喋らないんですよ、はい、でも日本ってニュースキャスターだったりが自分の主観喋るじゃないですか、はい、コメンテーターとかね、うん、で、あれがアメリカの番組の場合ないんですよ。そういう意味ではね、やっぱりいいですよね。だからアメリカって報道がすごく中立っていうか正しかったりするんですよ、ニュースは、はい、ニュースはね、ニュースは、はいはい、で、日本は特に沖縄のニュースはデタラメじゃないですか。特に沖縄ですよね。あの内地のニュースはまだね、うん、あの普通に聞いてられるのもあるんですよ、はい、それでもやっぱりテレ朝とかダメですよ。あ、はい、ダメなんだけど、はい、だけどまあそれでも聞いてられるんですけど、はい、あの沖縄の普通のテレビのニュース、はい、あの夕方のニュースとか朝のニュースとか、はいはい、あのえって思うようなニュース、えこれって違うよねって思うようなニュースを平気でニュースキャスターが喋るじゃないですか。喋、はい、るんですよ。あれって僕ニュースキャスターとしてのプライドだとか、うん、はい、自分の仕事に対する自負がないのかなと思って。だから言ってる内容分かってるか君たちっていう、もう本当にもうこう逆にニュースを聞きながら今は本当にもうこいつ何を言ってんだっていう、うん、わじわじ、まあ、怒るんですけど、まあ7年前まではあれが当たり前だと思ってたんですよね。なんかね、現在ニュースじゃなくて、うん、その報道会社のですね、ニュースキャスターの願望を喋ってる。そうなんだよね。例えばもうこの辺野古新基地反対とかね、はいはい、だったら新基地じゃないじゃないですか。新基地じゃないし、そこから違うし、キャンプシュワブってあるのに新基地反対って言ったり、はい、あの高江のヘリパッド工事なんて言ってるのに、はいはい、高江の工事なんか一昨年で終わっちゃったんですよ。終わってるしね、国頭村の、はい、はい、ここで工事、そうですね、国頭村アハで工事してるのにもかかわらず、はい、うん、ね、高え高えと言って、ね、こういったのもね、私あの沖縄のメディアっていうのは、はい、県民をねバカにしてるんじゃないかと思うんですよ。だからね、本当に思いますね。逆に今までの報道で、はい、我々沖縄県民が、うん、メディアによって愚民化されてる。そう、つまり、まあ、洗脳されてるって多分僕いいのかなと思いますけど、はい、もうだからメディアの言うことはね、はい、真実だっていうね、そういう一般の人たちの信頼をね、うん、逆手に取って、うん、自分たちが思ってることをさも本当のことのようにやっていった、ね、本当ですよね。でこれね、源ちゃん最近大変な問題が起こりまして、はい、実はあの東京 MX というテレビ局でニュース女子という番組があるんですよ、ね、はい、ありますね、はい、そこでこの沖縄のことが放映された、はい、でその沖縄のことが放映されたっていうのは、まあ、カリスマンで言えば何点かに要点がまとめられますけど、はい、まず一つ目、うん、あの茶封筒がそのね、あの、はいはい、いわゆる平和運動の現場で見つかったと、はい、その一つには茶封筒に光弘2万と書かれてる、はい、名前と金額書かれてる、金額書かれてる、はい、でもう一つ見つかった封筒には、はい、大城様と書いて、はい、何月何日から何月何日まで、ああ、何曜日と何曜日はお休みと、ほら、はい、週休2日のことが書かれている。で下はちぎれてます、はい、肝心なところはちぎれてる、はい、でこの2つの封筒を見て、はい、ニュース女子のコメンテーターたちは、うん、これは日当なのかなとクエスチョンをやった、はい、それがいつの間にか日当を払ってるっていうふうに報道したと捏造されて、はいはいはい、クエスチョンがもう言い切った形になってるわけですね、うん、そしてね、源ちゃん次、はい、あのその中で紹介されたあの真実の中で、うん、乗り越えネット新スゴという女性がいます。来た、そうそうそう、これ沖縄のメディアが、はい、さもね
いいことをやってるかのように散々にあの持ち上げてる、ね、ある新聞に至っては、はい、私たちは新スゴさんを支持すると社説で書いてるんです。よその国の方でしょ。でもそうですよ、韓国ですよ。韓国籍の方ですよ、はい、この方ね、韓国籍の方を新聞に載っけるんですよ、こんなって、ね、それを支持すると書いてそこまで擁護してる、はい、でこの人がやってる乗り越えネットっていう団体がですね、はい、沖縄に行く、沖縄に行って活動する方に、うん、航空運賃相当5万円を支給しますっていうことをやって、ね、はい、すでにも20名ほどの方々が沖縄に来てるんですよ、はいはい、それをニュース女子が報道した、はい、それをね沖縄ヘイトだと。何がの だって文章もちゃんとしっかりあるじゃない乗り越えネットさん、それをね沖縄ヘイトだって言ってね、うん、沖縄の2つの新聞メディア大騒ぎをしたんですよね。情けないね。でもう一つ3つ目、うん、実はこの二見トンネルっていうのが辺野古からちょっと行ったところにあるんですよね。はい、そこから取材陣が行かなかったと、はい、で取材もしないくせに、うん、分かったようなことを報道したって言ってね、うん、取材もしないで報道したっていうのを散々叩かれた。しかしこれもね、はい、理由があります。実は東村の住民の与田さんっていう方がいるんですけど、はい、彼はその平和運動家たちに検問、うん、指摘検問されて車を止められて、そこでトラブルになったんです。 そうそう、はい、そしていわゆるそこでいさかいが起きて、うん、平和運動家たちにね訴えられた。あ、はい、訴えられちゃったんですよ。訴えられた。だってこう法律でしょ、法律違反したのあの方たちだよ。道を塞いでる人たちはお咎めなしで、それをね排除しようとした人たちが訴えられたと、はい、挙句の果てに沖縄の新聞はその与田さんをですね、はい、自称東村住民の男性って言って、ね、いかにも怪しい人間のように報道したんです。ああ、全く、ああ、いや、これ私びっくりしましたけどね。びっくりですね。はい、してこの与田さんがね堂々と名前を明かして言った言葉があります、うん、はい、実はねこの当時、うん、まあ、12月の前半の時点で、うん、まあ、この高江、はい、東村のこの高江に行く道路は非常に危険が高いと、はい、ただやさん彼らが車でね道を封鎖して、うん、前にも行けない、はい、ちょっと路地から抜けようとすると検問してる可能性がある、あ、で自分のように取り囲まれてトラブルになる可能性があるから、うん、行くのはやめてくれと、はい、で私も実は9月にそこに行ってですね、はい、取り囲まれたんですね。前後活動家に取り囲まれた、はい、で私の後ろにね車をつけて行かさないようにした車は、はい、県外ナンバーでしたよ。うわ、県外、県外で私を取り囲んだ人間ほとんど県外の人間でした。あら、まあ、で前にも横にも動けない、はい、車のねすぐバンパーのそばに立ってて少しでも動かすと、はい、引かれたって騒ぐわけです。また騒ぐんでしょうね、当たり屋さんみたいに。で私たちはやむを得ず機動隊を呼んで排除してもらったと、はい、まあ、そのような取り囲まれる危険があるということと、うんうん、でもう一つ実は22日にですね、はい、実はこのヘリパッドの返還式典が予定されていた。 ありましたね、はい、はい、これはもう国としてもスケジュールをちゃんと組んで、はい、菅官房長官や、ね、防衛大臣とみんな来て、うん、セレモニーをする予定、はい、まあ、尾長知事は来なかったんですけど。あ、来なかったですね、はい、はい、この間変な活動家の集会に顔出してましたけどすごい無礼な人なんですよね。本当ですね。で私たちはそれを鑑みた時に国がきちんとスケジュールを組んでやってる返還式典に、うん、無理にここに入っていって活動家の方々とトラブルを起こす、はい、で怪我人でも出たら、そうです、大騒ぎになりますからね。その返還式典そのものに影響を及ぼしてはいけないと、うん、はい、私はこう言ったんですよ取材陣に、うん、徳種よりは国益を取りませんかと、はい、つまり徳種を取るのは確かに一時的なものですごいいいかもしれない、うん、はい、衝突する場面を見たら視聴率も稼げる、うん、だけど国益を失ったら意味がないでしょうと。そうですよね。ということをね、私は強くこの取材陣に訴えた、はい、うん、そしてもう一つ、実は2013年、はい、2013年のですね11月27日、はい、今日日付をはっきり喋ります、はい、2013年の11月27日の午前、うん、9時半頃、あ、朝ですね、はい、実はですね、はい、この高江の基地に向かっている工事業者の車が、はい、活動家によって追跡されたんですよ、うん、
追跡されたんだな。必要に後ろから追跡をされた。はい。はい。はい、そしてそのね、あの工事業者は、うん、あの危険を感じて港の中に逃げ込んだ。はい。するとこのね、追跡をしてきた活動家、これ非常に有名な方です。はい。今日ラジオで言うとみんな、あ、この人かって分かるんです。はい。名前知れてる人ですね。はい。知れてる方で、はい。今日は言いません。東京の記者会見ではっきり言います。今日は言いません。誰か分かりますか。はいはい。その方が、はい、なんとこの工事業者をね、うん、車をバックさせて引いてしまったんですよ。交通事故。それもこう当て、わざと当てたわけね。まあ、わざとではないと思いますよ。いやわざとやる人は多分いないと思うんだけど。わかりませんよ。あの引いちゃって、はい、その現場から逃げたんですよ。ああ、もう引き逃げちゃうんですか。それじゃ、いや、引き逃げですよ。これね、最悪ですよ。これあの2つの罪に問われます。事故不申告と、はい、でもう一つ救護義務違反、はい、で結局人を跳ね飛ばして、うん、怪我をさしてるのに現場から立ち去ったということで、はい、これすごい大問題になった。これは大きい罪ですよね。で結局これはですね、ちゃんと警察も来て処理されてるんですけど、はい、沖縄のメディアは一切これを報道しない、はい、つまりね、反対運動の人たちがやっても何にも言わないんですよ。そうですよね。決して取り上げない。こんな大きな事故、事件を、そうです。一昨年のね、秋にも、うん、米軍基地の内側のフェンスの内側にいる男性を、うんうん、あのいわゆる平和運動家が旗竿で突き刺して、そうあったね、ひどかった、脇腹をね、黒いあざができるぐらいひどい怪我を負わしたんですよ。何をするんだこの人たちは。昨年の1月4日ですかね、うんうん、5日だったかな、はい、になんとこの方、あの罰金刑が確定した。あ、罰金刑、罰金刑、はい、裁判所で罰金刑確定をして、うん、いわゆる罪が確定したんですよ、はい、これもね、沖縄のメディアどこも一社も報道しない。ああ、そこですよね。これってね、おかしいのはもう、これまさに沖縄は反基地無罪、ね、基地反対をやれば犯罪をしても絶対に報道されない、うん、まあ、そういった中でこの、ニュース女子が本当のことを報道した途端に、うん、沖縄ヘイトだっていうことで、はい、話がすり替えられてね、そう、もうどん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 言ってもいない、放送もしてないことがまるでやったかのように報道された、はい、その中で、うん、私たちこの3名、うん、はい、番組に出たのはガナー雅子さん、はい、そして東村の与田さんに、はい、私ですね、うん、3名がインタビューに答えてるんですよ、はい、沖縄のメディア、うん、どこも私たちに取材もしないまま、うん、この報道をね、どん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 続けて、県民を煽り続けた、はい、沖縄ヘイトだと言って、うん、そして結果どうなったかというと、はい、放送がね、言ってもいないことを言った、日当をね、払ってると言ったとかね、あの5万円を払ってるの沖縄ヘイトだと、はい、そしてこの沖縄は私たち朝鮮と同じように植民地支配をされて虐げられてると、勝手にね、自分たちと同じようなもんだって決めつけられて、はい、ね、私たち朝鮮人と一緒なんだって言って決めつけられちゃったんです。なんで？おかしい。一緒にしないでもらえ。一緒にしないでもらえ、ね。そのね、一緒にするなっていうことで立ち上がったのが、うん、この琉球新報沖縄タイムスを正す国民の会の、うん、ガナハ雅子さん、わ、そして、うん、与田さん、私、はい、3名なんですよね。はい。はい、そしてこの3名が、うん、この乗り越えネットの新スゴに、うん、はい、新スゴさんに、はい、なんと公開質問と公開討論を申し入れをしたと、うん、素晴らしい、はい、これはあの2月14日に新スゴさんのところ届いています、はい、ちょっと読んでみたいと思います、はい、じゃあお願いします、はい、これは地上波初公開でございます、はい、読みますよ、はい、上記3名、うん、ガナハ雅子、テドコン安則、与田圭司、上記3名は連名して記事に公開質問と公開討論を呼びかける、うん、記事は東京 MX テレビに対し1月2日に放映された番組ニュース女子の内容が虚偽とデマに満ちた人権侵害番組だとして激しく抗議し BPO にも訴えている、我々は沖縄県に在住し真実に接する者として、あなたの一連の言動を県民の誇りにかけて看過するわけにはいかないと考える、うん、なぜなら
あなたこそが過激な活動家を現地高井に送り込み違法行為を扇動した張本人ではないのか。素晴らしい。あなたの抗議は地上波東京 MX テレビによって自らの不法行為と虚偽が首都圏から全国に拡散するのを恐れ、うん、これを阻止することが目的と断じれる、うん、そのためにあなたは沖縄県を日本の植民地と言い、うん、ありもしない沖縄ヘイトに論理をすり替え、うん、日本国民である我々沖縄県民が在日朝鮮人たるあなたに愚弄されるいわれがどこにあろうか、うん、それでもあなたが自らの正当性を主張するのなら、うん、以下の質問に返答を拒む正当な理由はあるはずもない、うん、速やかに返答されたい。はい、沖縄県民の皆さん、これはガナマスコさん、そして私と与田さんの共同の、うん、はい激文でございます、はい、そして公開質問、うん、まず1、反対派活動家による高井地域における違法な私的車両検問とその状態下についてこれをどう思うかと。いや、これ実際起きてますからね。やってますよ。はい。2、反対派活動家が高井地域の生活機関道路上に多数の車両を縦横に放置し、村民の通学通勤通院作物出荷に破壊的な損害を与え、うん、何度も生活を驚かしていた事実について答えろと。はい、うん、3番、反対派活動家が職務中の防衛局員機動隊員建設作業員に対し日常的に暴力行為ヘイトスピーチを行い人権を侵害した事実について答えろと、うん、はい。そして4、反対派活動家による立ち入り禁止区域への、状態化した不法侵入について、うん、これも動画ではっきりしてます、はい、ね、入ってはいけない地の中に当たり前に入ってね、うん、あのヘリ呼べーとか言ってますよね。あ、やってますね。それですよ、はい、5、山城宏司平和運動センター議長をリーダーとする活動家集団が、うん、機動隊員宿泊を不満とし近隣の、当該ホテル入り口敷地内において脅迫による威力業務妨害を行った事実について答えようと、うん、はい、これ全部事実ですよ。これ本当ですよ。もう証拠ありますからねしっかりとこれ全部事実なんです、はい、そして、ここで公開討論を申し入れということで、うんうんうん、連盟の3名はあなたに対し事の利否を日本国民すべての前で明らかにすべく公開討論を申し入れる、うん、お、やった。日本国は報道の自由並びに表現の自由の保障された国であり、うん、我々国民はこれを守らなればならない価値であると考える。民主主義社会においては特定の集団や勢力の政治的戦後は断じて認められるものではないということである、うん、よってあなたの人権を悪用しての東京 MX テレビ弾圧、うん、人身攻撃は断じて許されるものではない。言語道断とはこのことである、うん、我々はあなたの一連の言動が反日工作につながるものと解している。北朝鮮による無慈悲な日本人拉致同国内における処刑強制収容所送り等の凄ましい現在進行形の同胞人権蹂躙に対し、うん、あなたが抗議をしない不思議についても問うてみたい、はい、それにしても外国人の身でこれほどの反日活動を行うとは驚きである、うん、そのようなあなたの信念の強さと行動力に対し我々はある種の敬意を感じるものである。あなたの中天高く振り上げた拳はそのまま下ろすわけにはいかないことでしょう、うん、我々は音に聞こえたあなたの雄弁と我らの弦を戦わせてみたい。速やかなる返答を求めるということで、うん、この公開上の回答はですね、はい、その琉球新報沖縄タイムズ正す国民国民の会県民国民の会のアドレス、はい、でそれから乗り越えネットのホームページ、はい、そしてこの金新凄さんのツイッターとか SNS でね、うん、堂々と書いてほしい、
2月22日まで回答しなさいっていうことで、はいはい、もう回答期限、はい、あさってですよ、あさってです。はもうもうすぐだ。いや本当にね、はい、これはもうとんでもないことが今起きてます、はい、だってね日本人でない韓国籍の女性がですね、はいはい、自分たちが5万円をねあげて沖縄に活動家を送り込んで、送り込んできてね、これ新聞にもちゃんと報道されてましたよ、はい、沖縄のね、うん、この5万円を支給されて抗議活動に参加してると、はいね、そういうふうに言ってた、はい、まあ、これ純然たる事実であり自分たちがチラシ作って配ったことなんです。それをね公共放送電波で発信されたから、うん、沖縄ヘイトだと。なんで沖縄の名前使うんですかこの人は、ね、都合悪ければ沖縄ヘイトになるんですか。でそれにね、はい、沖縄の新聞がね、はい、まるであの弁護士のようにくっついて、はい、私たちは新スゴさんを支持するっていう社説まで書く、情けない。でこの新スゴさん最近のねあの公開された動画ですごいこと言ってますよ。何ですか、はい、こう言ってます。若者は死んでください、おいおい、あのおじいちゃんおばあちゃんは基地の前に行って嫌がらせをして警察に捕まってください。何それ。そして最後に山城博士は私が殺しますと。おい殺人予告じゃないそれ。こんなこと言ってるんですよ。こんなことを言ってる人を沖縄の新聞がね、私たちは新総合を支持すると、なあ、これって、ね、恐ろしい。これって堂々たるテロ宣言ですよ、うん、本当ですよね。それもねこれ外国人ですよ。そうですよ、韓国籍の方がこうやってる。沖縄の新聞ここまで落ちたか。ねこれね僕思うんだけど沖縄の新聞、はい、それやるじゃないですか、はい、だけどこのね新スゴっていう人も含めて、はい、日本の警察公安は 100% マークしてますから。はい、はい、それはそうですよ。けど 100% 公安の監視対象者のことを、はい、沖縄の新聞にしは崇め立てまつるわけでしょ。おかしいでしょ。だからねこの新聞もね本当にどうかと思いますよね、いやだってこれ韓国人でしょ。なんで韓国人が沖縄ヘイトなんですか。沖縄は韓国じゃないですよ。そういうことよね。それと、うん、与田さんがすごいことをまた公表したんですよ。はい、実は昨年と一昨年のこの東村の救急車の出動回数、はいはい、これがですねなんと一昨年より昨年が20件多かったと。ああそうか。もう20件。つまりこれ何かというと、はい、いわゆるちょっとした怪我とかで、うんうん、救急車をですよ呼べと、はい、呼んでるっていうことに他ならないんですよ、うん、源ちゃん、はい、これ実はね、皆さんあまり分かんないかと思うんですけど、はい、私たちはもうこの件については前から十分知ってるわけですよ、はい、からでね、はい、いやこれでも源ちゃん、はい、ああいうところでね来るだけでも片道3、はい、大変ですよこう救急車。本来ならもう急病人のための救急車をちょっとした何擦り傷とかそういうことで呼ぶ。おい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 、いい加減にしてくれ。いやね、これね内地でもやっぱり問題になってるんですよ、はい、まあ、沖縄だけじゃないんですけど、うん、まあ、沖縄のねそこの高江とか辺野古っていうのは、ね、はい、まだねとんでもないことで救急車使うわけですけど、はい、内地でも本当にタクシー代わりに救急車呼ぶんですよ、はい、嘘本当ですか。はい、それで自分家の近くの病院に家が近かったりとかすると、はい、そこまで、えじゃあタクシーで、タクシー代わりタクシー代わりで救急車呼ぶ。でこれの年間の出動回数による、はい、その国の損失が、はい、とんでもない金額なんですよね。これこんなふうなのこう利用されたらペナルティーってないんですか。いや今ないんですよね。じゃあこれを法律で作るべきじゃないですか。もう、うん、だから本当ね、だからその沖縄なんかでも、うん、はい、これだけねそのもっと他のことに関して使えばいいじゃないですか。そりゃそうですよ。もう本当にその時に本当にもう急病にそれこそもう1分1秒争う人が出た時に救急車がいない、どうします。ケンちゃんちょっと白熱してきましたけどそろそろどうですか。ああ、じゃあちょっと一曲いきますか。一曲ですか。はい、その前に今の話、はい、今日このラジオを聞いてて、はい、平和運動の人たちがそんな救急車呼べなんて言わないでしょうと思ってる人たちがいると思います、はいはい、論文よりは証拠聞いていただきます。証拠音声やっぱり肋骨折れてるんだよこれ。本当に。あんたたち。あかあかまだいたのか。今あるよ。さあ、ほら疲れてんじゃん。救急車。救急車呼んで。助けてください。お前たちそれ呼ぶんでしょ。
ゆっくりしようぜ。腰持ってるぞ、腰も早く、ゆっくりしようぜ。ヘリ呼べ、ヘリ、ヘリ呼べ、ヘリ呼べ、ヘリ呼べ、自衛隊のヘリ呼べ。スプレーとかよ、スプレー、ヘリ呼べ、ヘリ呼べ、死ぬな、早く頼め、自衛隊のヘリ。この人ロックブーターばっかりをまだやってんの？早く呼べよお前、救急車呼べ。ちょっと待って、まだなんかあれかな、救急車呼べ。ちょっと待って、チェーンソーバンナチャーナリーなんだけど、今ですね、崖の下の方でチェーンソー鳴らしてるんですけど、あっちの方で伐採またやってます。もう人が全然足りません。人が足りてない。ちょっと早く対処してよ、救急車呼んで。早く呼べ、ただ救急車呼べ。どうぞ、タクシーかよ。いや、デタラメですね。どうですかこれ。笑いながら救急車、笑いながら救急車呼べとか、自衛隊のヘリ呼べとか、もうオスプレイ呼べとまで言ってますよ、この人たち。終わってます。でこれね、実はアッキーさん、基地内なんですよ。基地内で、敷地内基地の敷地内に入って、はい、あのヘリパッド建設のために、あの木を伐採してるところで、うん、ね、揉み合いになって、押されたから肋骨がどうだこうだって言って救急車呼べなんですよ。どうですか県民の皆さん、これが現実ですよ。沖縄のメディアは決してこういったのは報道、ね、しませんよね。さっきの話じゃないですけど、逆に向こうがそうじゃない方を棒でついたりとかして怪我させて罰金刑まで受けてるのに、沖縄のメディアは報道しないわけでしょ。だからおかしい、本当に。これが沖縄の今の現状なんですよね。いや、実はですね、はい、これだけじゃないんですよ。まだある、たくさんあるよね。いや、本当にね、うん、これ本当にびっくりするのがたくさんありまして、うん、これもうやっていいのかなどうかなっていう声が実はあります。まあこの前ユーキャンでね、日本死ねっていう言葉が流行語大賞取りましたんで、はい、あの死ねっていう言葉は日本ではね、軽々しく使っていいもんなのかなと私は思ったん、ね、でも実際これあってはいけない言葉なんですよね、はい、でも沖縄ではありますよね。で、うん、沖縄のメディアは、はい、この抗議活動のことを非暴力だって何度も何度も県民に言ってます、はい、そしてね、優しい非暴力のおじいおばあが現場で一生懸命座り込みをする姿だけを映してる、はい、ところが現状はこんなもんでございます。どうぞ。Thank you. Hey, get out there. Hey, where are my killers? Get away. Die. You die. Die, 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 hey. 死ね。死ね、べ、hey. 死ねよ、お前。クソったら死ねよ、ほう。わぁ。アッキーさん、これはあの、いわゆる平和運動センターの議長さんが、この前逮捕されてまだ拘留されてる方でしょ。そうそうそう、この方テレビ新聞ね出るときすごい優しそうな感じで出ますよね。うん、な、裏表ありますよ。もうとんでもないですよね。だってね、負けにと入るんですよ、ね、おまけにね、周りになんか入れ墨入ってヤクザみたいなのを親衛隊みたいなのをカードさせてるんでしょ。そうそうそう。でこれいつ録音されたっていうのは、これあのキャンプシュワブから出てきたアメリカ人の赤い軽自動車を沖縄高専からちょっと行ったところで道に飛び出して、うん、ね、活動家も十数名で取り囲んで止めた時に、うん、プラカードを車に叩きつけながら吐きつけた言葉なんですよ。こんなことが辺野古では高江でもですよ、工場化していた、はい、うん、だからこれ今ね、まあね、英語でと日本語で、まあ日本語でって標準語で言ってますけど、はい、だけど僕なんかも高江行った時に、はい、沖縄の言葉ですよね、はい、クルサリンドって言われましたもんね。そう、大変ですよ本当に。いや、こういうのがね、動画でも音声たくさんあるんですよ。クルサリンドって殺すのっていうことですからね、うん、最悪ですよ本当に。いや、それをね、うん、平気、僕なんか普通に言ったわけじゃないですか、はい、それで、はい、あの要は自分たちの側じゃないと思ったら、そうそうそう、そういう言葉を見せてくるわけですよ。表現しますよね、うん、だからこの人はちょっとおかしいよなと思って、うん、なんでしょうね、あれ、まあ
洗脳されてるの、本人たちもそういうマニュアルがあるんですかね、自分たちの仲間じゃなければ。僕これ思うんですけどね、はい、顔が売れてない、うん、っていうかね、全国的にですよ、はい、沖縄では顔の売れてない国会議員とか、はい、内地のね、まともなマスコミとかを連れて、はい、辺野古に普通に私服で行かせて、はい、どういう言葉を浴びせかけてくるのかって一回やってみたいですよね。そう、実はですね、土曜日に日本の心の杉田水脈先生が、水脈さん行ったんだよね、女性単身で写真載ってましたね、テントのところね、女性単身で辺野古のテントに突入したんですよ、はい、現状を見るということで。強いよね、さすがにね、一人ではなんだっていうことで、うん、メディアの方を一人つけて入ってったんですけど、うん、そこでもやっぱり否定的なことを吐きつけられたと、うんうん、そして進化っていう言葉書いたっていうんですよね、はい、うん、何かわからないことがあれば、うん、進化の方に聞いてくださいと。ああ、仲間に聞けと。で、ゲンちゃんとか私たちが聞けば進化って意味わかるんですけど、ああ、はい、進化って、そこにいた活動家の方に、すいません、この進化って何ですかって言ったら、俺は沖縄の人間じゃないかわからないと。あらまあ、そう。え、あなた沖縄の人じゃないのって、ああ、違う。どっかで聞いてこい。わ、自分で調べろって言って、剣もほろろに追い払われたと。じゃあ、使わなきゃいけないんだ、進化って言葉を。はい、でさすがに、ね、女性に襲いかかるようなことはなかったっていうことで、そこのところは私はね、ほっとしてますけど、はい、ね、ちゃんと公安の方々がガードしてくれたっていうことで非常にありがたいです、はい、でなんとこの、メディアの方、実はこの方ライターなんですけど、はい、今日単身でたった一人で同じとこに入ってったんですよ。今日も行ったの？今日も行ったんです。まあ、すごいわ、強い言い方だね。彼はね、うん、決して右でも左でもない、はい、基地についても賛成でも反対でもない、うん、そこで起きてる、何が起きてるのかをちゃんと見たいっていうことで行った、はい、すると最初はにこやかに対応してくれてた、はい、ところがある一人の活動家がですね、うんうん、こいつこの前来てたぞ、ネトウヨだぞって言った瞬間に火がついた。みんなの態度がガラッと変わった。変わるよね。そしてこう聞かれたそうです。あんたは基地について賛成なの反対なのと。そしたら彼はこう答えた。いや、私はね、今日はもう取材で来てるから、うん、賛成とか反対とかそんなことありませんよって言ったから、うんうん、反対じゃなかったらお前は寝とぶようだって言って、あっちゃー、もうね、罵声を浴びせられるわ。もう本当にね、もう怖い思いをした。もみくちゃん、お前あっちに行け、離れろって言ってね、平和運動センターのメガネをやった偉い方が起きかかってきたって言って、あっちゃー、離れろって言ってね、はい、離れるどころか本人がくっついてきたって言うんですよ、バックマンみたいに。まあ、すごい怖い思いをした。いつものことだね、あの方たちは。そしてなんとね、うん、車の前に座り込んだり、車の前でなんか変な格好をしたり、うん、そういったのも全部ね、あの写真に収めてきてるんですよ。あら、すごい、うん、で一言、はい、いや、ひどいですねと。これをね、私はアッキーさん、国会議員見るべきだと思いますよ、ね、日本のね。いやだからね、本当だけど、国会議員の先生方がね、うん、ネクタイ締めてバッチつけてったら、はい、もう分かるからやんないですよ。そうですね、おとなしく。だから、ね、本当に、ね、私服で、はい、バッチもつけずに、はい、私服で行ったらね、どんな目に遭うか。そうですよね、うん、体験してほしいですよ。いやね、本当にやってもらいたいですよね、はい、まあそれだけのところにね、うん、こう行って、こうちょっと、まあ、もし仮にね、暴力でも振るわれても、うん、まあ、ちょっと日本の国のためにちょっと見に行ってみるかなんていう気合の入った国会議員の先生が何人いるか分かりませんけど。そうですよね、そうですよね。昨年はバッジをつけたまま和田政宗先生が現場に入った。すると、やってましたね、襲われましたからね。堂々と演説してましたよ、ね、ああいうやっぱりこう和田先生が初めてでしょ。だって国会議員で、そうそうそう、現職の国会議員で ね、あそこ行って反対派に向けてね、その要はあなたたちがやってる活動については、うん、その活動だから、はい、だけどそこで犯している不法にテントを張って、うん、法律違反をしていることについてあなたたちは間違ってるんだから、その法律違反をすって直ちにやめなさいって言ったわけですよね、はい、正したわけですよね、うん、まともなこと言ってるわけです。道理ですよ、ちゃんとした。それでいて暴力振るわれたんだから。本当ですよね。でもすごいですよ、ある意味現職の国会議員に暴力振るって、はい、もう異常ですよ。恐ろしいですよね、この方たちは、うん。そしてこれだけじゃないんですよ、うん、その随意行為の方がビンタ張られた、はい、そう、辺野古の有名なおばあにですね、はい、当然ピシャッと音が聞こえましたからね。当然暴行を振るわれたので、暴行罪で被害届を出した、うんうん、すると
なんと名護市はちゃんと捜査もして証拠もつけて、はいはい、奈良地検に送致したんですよ、うん、すると今度地検の検事が被害者に電話かけてきて、はいはい、こう言った。こっちもねちゃんと取材して言ってますよ、うん、あの聞いてる方々、はいね、地検の検事がこう言った。あなたはね叩かれたけど怪我はしてないでしょ、おばあさんはもうすぐ90になるんだよ、それに心臓も弱ってるから、うん、取り下げてくれないと。これお仕事検事さんでしょ、これアッキーさん完全に越権行為ですね。もういやだから本当にその世界にも、まあ、当然左巻きのね、うん、検事もいるわけで、いるでしょうけど、まあ、これってもでもこんな風に、ね、言ってくるってことはこれは職権乱用、もうこんなのに権力を使ってはいけないですよね、うん、検事たるもの、ね、いやだからね本当にちょっとどうかしてますよね。でこのね被害者の方は、はい、実はあの障害者手帳を持ってるんですよ、はい、なんでそこに行ったかっていうとあの沖縄の反対運動が、うん、あの車椅子に乗った方とかこの叩かれ暴力を振るわれた方の友達、うん、それ本人が通ってた施設の子たちを、うん、何にもわからん子たちをそこに連れてって晒し者にしてるのにもう憤慨して、あお願いだから障害者をそういった政治活動に使わないでと、はい、そういった思いで言った、はい、当たり前ですよね。そのね障害者手帳を持ってるね気の弱い青年にですよ、うんうん、検事という立場から、ね、あの上からねこの告発を取り下げろと、はい、電話してきた。これってね、これこそヘイトじゃないですか、ゲンちゃん、はい、最悪ですよこれ、圧力ですよこれ。だからもういつも思うんですけど、あの基地反対派の方たちって子供とかですよ、障害者とかお年寄りとか本当に弱い立場の人たちを前面に押し出して自分たち後ろから押してるんですよ、やれ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 って。何これもうね、もう情けないですよ。言ってることとやってることが真逆でしょ。でおまけに今そのね、うん、捕まってる人間の釈放のことをいろいろ言うわけじゃないですか、ね、だって犯罪を犯してるから捕まってるんじゃないですか。いや本当ですよ、はい、しかし今日は源ちゃん、はい、かなりヒートアップしてる。いやいやだって源ちゃんね、はい、僕あのボギーさんね、はい、今日、まあ、声ヒートアップしてますけど、はい、僕はねちょっとねラジオを聞いてる方々にね、はいはい、僕ねぜひネットで、うん、あの検索をしてもらいたい、はい、項目沖縄のね、うん、あの若干二十歳のはい、僕はこのネットの中で、うん、この女の子が、うん、そのね全国のね、うん、国守り演説大会っていう全国であるんですよね、うん、これがね。でこのね国守り全あの演説大会っていうので、うん、沖縄のあのこれね検索してくださいね、イシャドーサヨコさんっていう、はい、沖縄の二十歳の女性。そうでこの方が、うん、この演説会で話してる話を、はい、結構長いんですけど、はい、僕も最後まで見たっすよ。もう ね僕泣けてきました。もうアッキーさんのあの書き込み見て見たんですよ。泣いちゃった。俺もボロボロ。こんなすごい若い子がいるんだと思って、ね、いや僕ねで沖縄すごいなと思って、沖縄の二十歳の女の子でこの子は右でも左でもないんですよね、はいはい、だけどやっぱりなんか自分でいろんなものを見てネットの中で情報を見ておかしいと思ったんでしょうね、はい、で自分の今生きてる沖縄がどうなのかで、これ僕ね本当に素晴らしいと思った、はい、もう本当にもうね俺はもっとなんかできることがあるんじゃないかと反省しました。だからこれあのこのラジオ聞いてる、はい、もう右も左も関係ない、うん、関係ないね、はい、あの車走らせながら聞いてらっしゃる方も、はい、家で聞いてらっしゃる方も、はい、ね、どっか店舗で聞いてらっしゃる方も、はい、このね医者道さよこさん、うん、でこの沖縄のね二十歳の普通の女の子ですから、これぜひスマホでね、うん、医者道さよこって名前をねさよこさんの名前入れていただくと、はい、この方がね演説会で言った演説の動画が出てきますから、はい、これちょっと見てみてください、はい、これ多分もう年が近い二十歳前後の方がもし見ていただいたら、うん、あるいは親御さんやお孫さん、まあね、おじいちゃん、はい、おばあちゃんが、はい、あるいはお母さんお父さんが自分の娘や孫にこれちょっとね見てごらんって、うん、この子のちょっと言ってること聞いてごらんって、うん、これね絶対見せた方がいいです。もうねやっぱりあの沖縄県民あのあれですよ、ちゃんとしたあの自分の目で確かめるっていう、これはやらないともう誰かが言ってることにこう左右される、そうじゃなくてやっぱりちゃんとその裏を取る、うん、実証するってちゃんとそこに現場行ってこう確かめてみるとか、うん、そういうことをやらないと
こんな子に恥ずかしい。いや本当ですよね。もうね、だってもう源ちゃんだってそれに気づいたんですよ、ね、いやそうそうそう僕も7年前ボギーちゃんに言ったんで年やないってから目が覚めましたからね。いやね、7年前までは向こう側だったんですよ、ね、向こう側ですよ。はいはい、キチハンター相手に飛ばしてからね、さてじゃあ今日最後に辺野古のこの抗議活動の現場で覆面をして顔を見せないおばちゃんが言った言葉をねご紹介したいと思います。このねおばちゃんに、あなた方ちゃんとインターネットを見てね、あの本当のことに気づいてほしいんですと問いかけたこのジャーナリストに対してこのおばちゃんが言った言葉、インターネットはわじわじするから見ないさと。うわ逆よね本当は。はい、インターネットはわじわじするから見ない、結局はもう自分の考えは曲げない、はい、自分は正しい、そうか、ね、みんなが間違ってるんだっていう人たちが平和運動の中にたくさんいるということでございます。はい、はいはい、先週 の電話いただいた方からですね、藤江さんからコメントいただいてます、はい、すいません今になりました、放送先週良かったです、本音が分かり感動しました、これからも真の言葉を発信していってほしいということで電話いただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、今日もですよ、もう時間足りないで本当に、あまた、来週もですね、またもう皆さんに真実の沖縄の姿、ね、声をお届けしたいと思います。本当にまた来週も聞いていただきたいと思います、よろしくお願いします。アッキーさんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、皆さんまた来週ありがとうございました、お会いしましょう。Wir ziehen zum Borsigplatz, steigen in Schwarz-Gelb. Wir feiern deinen Sieg, denn Fußball ist unsere Welt. Oskar, wer heißt das Spiel? Oskar, die Meisterschaft, das Ziel. Oskar, wir lieben dich so sehr. Oskar, Schwarz-Gelbes Fahnenmeer.